宮城野区の夢メッセ宮城で今日から始まった展示会では、病院や介護施設で使われる介護製品が並んでいます。こちらは椅子に座ったままでシャワーを浴びることができる入浴製品です。職員2人がかりで数十分かけて手助けをしていた入浴が、これを使えば職員が1人で済むほか、入浴時間も数分へと大幅に短縮できるといいます。またこちらはベッド型のマッサージ機器。寝たままの状態で体をほぐすことができ、怪我の予防などにつなげることができます。いろんな課題がある中で、その課題をどうクリアしていくかっていうようなヒントがすごくいっぱいあって。こういう設備があるっていうのもちょっとびっくりしましたし、介護士さんの負担軽減になるようなのもあったので、なんかもう勉強になりました。働く方の負担を軽減して、でその余った時間で、より質の高いケアの時間に充てるとかですね、そういったような負担の軽減につながるような出店製品というのがうちも多いですし、また展示会では災害時に活用できる非常用トイレを集めたブースも設けられています。